ちは、みほです。今日はバレンタインの当日ということで、会った人にチョコを渡してきました。今日はボイストレーニングに行ってきたんですけれども、そのボイストレーニング の自分のレッスン枠の後に次のレッスンの方がいらっしゃって、その方とは何の面識もないんですけれども、とりあえず今日会った人にチョコレートを渡すという使命を担っていたので、でどうやって渡したかっていうと、こちらのじゃん、100円ショップで買った袋にこのチョコレート、ちょうど入るんですよね。このようにしてお渡ししました。ボイストレーニングの先生にもお渡ししたんですけれども、とってもかっこいい雰囲気の女性の先生で、なんかこんなふざけたチョコレートを渡すのってどうなんだろうって思ったんですけれども、面白がってくださってとってもありがたかったです、はい、っていう感じで、しばらくはカバンの中に忍ばせようと思います。そんなバレンタインの当日でした。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。